バラマンディは、鈴木ア赤メカに属する魚の一種。インド太平洋の熱帯域に分布する沿岸性の大型肉食魚で、東南アジアやオーストラリア北部では釣りや食用の対象として重要な魚である。干渉魚として流通する際は、輸入元の国名を関して、オーストラリアン赤目、オーストラリア赤目、オーストラリアンラティス、インディアン赤ア目、インドアカメ インディアンラテスなどと呼ばれる。一部の熱帯魚店などでシーパーチと呼ばれることもあるが、シーパーチとは、主にメバルや、その他のメバル科の魚を表す言葉で正式にはバラマンディ。バラムンディとも呼ばれるが、アロワナの仲間のバラムンディの名を冠した魚とは無縁。バラマンディパイボールドカラー編種制御は、全長2メートル、体重60キログラムに達する。体は、ガワヒラタシ高が高い。 口が大きく、下顎が上顎より前に出る。日本に分布する赤目エルジャポーニカスの同族種である。両種はよく似ているためかつては同種と見られていたが、研究の結果赤目が1984年に新種として分けられた。目に照明を当てると、赤目は赤く光るがバラマンディは赤ではなく金色に光る。また尻びれのサントゲ状の内赤メは二番目が長いのに、対し バラマンディは3番目が長い。ペルシャ湾東岸から中国南部、台湾、南はオーストラリア北部まで、東、インド洋と西太平洋の熱帯域に広く分布する。塩分に対して幅広い適応性があり、沿岸の旋回、奇水域、河川を往来しながら生活している。食生は肉食性で、小魚、甲殻類などを捕食する。魚は、 河川の水生昆虫も食べる。また、成長に伴いオスからメスへ性転換する。生息地周辺では重要な食用魚として漁獲されており、癖のない白身から様々な料理に用いられる。また、小魚を鈍食することから、ルアーフィッシングの交代商魚にもなっている。ありがとうございます。